聖書の歌は、チェコの作曲家、アントニン・ドボルザークが、詩編の中から選んだ10のテキストを音楽化した、歌曲集である。もともとは、低声部とピアノのために作曲された。最初の5曲は後に作曲者によってオーケストレーション、された。聖書の歌は、ドボルザークがニューヨークに住んでいた1894年3月5日から26日に、かけて作曲された。 父フランチシェク、作曲家チャイコフスキーやグノー、指揮者、ハンスフォンビューローなどの訃報に触発されて書いたのではないかと言われているが、それを裏付ける証拠はなく、大都会の喧騒に居心地の悪さを感じたことや、アメリカでの2年間の生活で、ボヘミアへのホームシックを感じたことが一番の理由ではないかと考えられている。1895年4月、彼はヨーロッパに戻った。 オリジナルのピアノ版は1895年にジムロック社からチェコ語で出版されテキストは英語とドイツ語に翻訳されているドボルザークはこの翻訳が西部に適したものであるように特に注意を払った1895年1月ドボルザークは最初の5曲をオーケストラ用に編曲した原稿はその後失われ1914年になって ようやく発見された。1914年には指揮者のビレンゼ・マーネクが残りの5曲をオーケストレーションし、1929年にジムロック社から全曲が出版された。その後、他の楽団のための編曲や後半の5曲のオーケストレーションが行われている。この曲の初演は1895年9月26日。 村田ボレスラフで行われた第6番のみで演奏者はオーシェロバと無名のピアニストであった。ピアノ伴奏付きの全曲がいつ、どこで初演されたのかは不明である。1896年1月4日、プラハでバリトン歌手のフランチシェクシュールと作曲者の指揮するチェコフィルハーモニー管弦楽団によって最初の5曲のオーケストラ版が初演された。また、 1896年3月19日には、ロンドンのクイーンズホールで、キャサリン・フィスクをソリストに迎えて演奏された。この曲集は、他の作曲家によって、他の編成に編曲されたり、後半の5曲がオーケストレーションされたりしている。テキストは16世紀のチェコ語聖書、クラリテからのもので、全10曲からなる。演奏時間は、約25分。 シ辺九十七アブラック A、メラコタジェストブカルネホ四辺百十九スクライズマー A、パベザマータイジェイエスシ辺五十五スライズ、ボス、スライズマドリブーモー四辺二十三ホスポジンジェストムジュ、ペイスターシ辺百四十四、シ辺百四十五ボス、ボス、ピセンノーブー四六十一、シ辺六十三スライズ、ボス、ボラニ、メートルウェイシ辺百三十七プリーリコック、 バビロンスキーッチ紙幣25パパトライズ 7A、スマイルジュセナデマヌ紙幣121ポーズドビクージー、王子 SVCHK ホラム紙幣96紙幣98ズパイブジットホスポダニュー、ピセンノーブ1940年代。後半に LP レコードが登場して以来、この全曲は何度も録音されている。最初の LP リリースまでの代表的な録音には、次のようなものがある。 ありがとうございます。